いぐるみのポムポムプリンちゃんの紹介をしたいと思います。皆さん、実はポムポムプリンちゃんは元はね、ゴールデンレトリバーなんですよ。知ってましたか？で、プリンが大好きなのでプリンちゃんっていう名前になりました。まずサイズはこの一番小さい SS サイズ。次に500ミリのペットボトルと同じぐらいの大きさの S サイズプリンちゃん。最後は枕ぐらいの大きさの M サイズのプリンちゃん。で、私の一番のお気に入りポイントは、皆さん見てください、ちゃんとね、お尻の穴がね、こんな風に描かれてるんですよ。これはみんなプリンのカラメル部分と思いきやベレー帽なんです。こんな可愛いプリンちゃんの使い方はこの後です。つみぐるみ SS サイズで遊んでみたいと思います。さあ、うまくつめるかな。バットがつまる。難しい。1段。次はプリンちゃんとマミルちゃん。皆さんも思うようにここに使ってみてください。
やっほーい、あずさんの使ってみたシリーズ。まずはこの積みぐるみ M サイズ、好き頑張って積んでみました。このでも M サイズはね、枕にしてもいいし、こういうところとかこんな感じで本当にふわふわで全然首もしんどくないし、抱き心地最高だし、あとさっきからねちょっとこういう風にして見えるかな、足枕としても使えるし、何より置いててかわいい。じゃーん、こういう風に積んでもいいし、最後は積みぐるみ M、 全員集合させてみました。皆さんも好きなように使って遊んでくださいね。